大阪の心斎橋にあるサンリオギャラリー心斎橋店で購入した限定品になるんですけど、こちらのメロクロちゃんのマスコットです。めっちゃ可愛いんですよこれ。なんでアメちゃん持ってるんかなって思ったら、この辺にイラスト出しとくんですけど、大阪のおばちゃんはアメちゃんを誰にでもあげる習性があるからなのか、アメちゃんあげようかって書いてるイラストがあって、あ、なるほど、このマイメロちゃんとクロミちゃんもね、アメちゃんをみんなにあげようとしてる大阪っ子なんやなっていうむっちゃ可愛いですよね。着眼点がすごい。クロミちゃんはこんな感じで帽子にもアメちゃんついてるし、で、この持ってるアメちゃんにね、大阪って書いてるんですよ。すごい、なんかご当地っぽいなと思って可愛い。私大阪出身やからね、もうこれはぜひともゲットしたいなと思ってて、この前の帰省でようやく買えました。クロミちゃんの表情がすごい可愛いんですよね。後ろはね、こんな感じですごい可愛いんですよ。真っ黒じゃなくてちょっと焦げ茶っぽい感じで、なんか意外とはない色やなと思って、珍しいなと思ってます。タグはこんな感じで、このね、ちょっとね、焦げ茶っぽいクロミちゃんのイラストになってるんですけど、すごいこのイラストも可愛いんですよ。こちらはお値段が1500円になります。マイメロちゃんもね、頭にアメちゃんがついてて、でね、この大阪って書いたアメちゃん持っててめっちゃ可愛いんやけど、後ろはこんな感じです。めっちゃ可愛い。結構ね、スカートがふわっとしてるんですよ。タグはね、アメちゃんいっぱいのマイメロちゃんのイラストになってて、こちらもお値段が1500円です。このメロクロちゃんはすごいお気に入りで、今回の購入品の中では1、2を争うお気に入り具合なんです。大阪に行った際はぜひぜひお買い求めいただけたら嬉しいです。続いてはこちらもね、大阪の難波にあるサンリオショップさん限定のものなんですけど、サンリオギフトゲート難波恵比寿橋店さんで購入した商品になるんですけど、これすごい可愛いんですよ。なんかにっこりしてるメロクロちゃんのアクキーになります。すごい表情が可愛くないですか。なんかすごい福を呼びそうな感じで、恵比寿橋やからちょっとね、なんか恵比寿さんみたいな感じで可愛い。こちらは一つ600円になります。こちらはアクキーだけじゃなくて、もちろんマスコットもあって、それがこちらになります。この表情のね、メロクロちゃんやばくないですか？にっこり顔のメロクロちゃんってね、結構珍しいなと思って、すんごい可愛い。で、さっきのね、アクキーと同じくエビとタイを持ってて、めっちゃ可愛いんですよ、これ。見て、めっちゃ可愛い。こちらはマスコットのブローチになってて、一つ1000円になってます。サイズ感もね、ちょうどいいと思います。可愛い。これこのにっこり具合はなんかすごい幸運になりそうな感じがして、なんかエビとかタイとか持ってるし、こちらもね、大阪に来た際はぜひぜひゲットしてほしいです。ここからは大阪で買ったサンリオグッズになるんですけど、別に限定とかじゃなくて、なんかたまたま行って買おうと思ったものなので、まだお店にあれば全然どこのサンリオショップでも買える商品になってます。まずはこちらのクロミちゃんがすやすや寝てるマスコットになります。これすごい可愛くて、微妙にねサイズが違うんですよ。こっちがちょっと大きくて M サイズで、こっちが S サイズになります。これドンキとかにも売ってるし、イトーヨーカドーとかイオンとかでも見かけました。たまたまね、これは出かけた先で可愛い子がいたので買ってしまったんですけど、このクタッとした感じがすごい可愛くて、手乗りサイズがすごい可愛いんですよ。これが M サイズなんですけど、 S サイズはね、微妙にちっちゃくてこうね、乗っけれる感じなんですけどすごい可愛くて、これこちらは M サイズが1320円で、 S サイズは990円で、こちらは同じシリーズのマイメロちゃんもあって、こちらもね、2種類購入しました。すごいこれもね、可愛いんですよ。このクタッとしたフォルムがすごい可愛くて、これが M サイズの子で、 S サイズの子はね、こんな感じでちょっとだけ小さめで、すごい可愛いんですけど、個人的にはね、メロクロちゃんをこう、大きいメロクロちゃんとちっちゃいメロクロちゃんをセットで買って、お互い乗ってるようにしたら可愛いなと思ってこうやってね、2つ買ったんですけど、すごい予想通り可愛い。キャラが寝てるシリーズってなんでこんな可愛いんでしょうね。すごい可愛い。見かけたらついつい買ってしまうものの一つです。最後はこちらのアクキーです。これはクロミコレクションのアクキーで、以前109のポップアップショップで一つだけ買ってたものなんですけど、追加で見かけたら買おうって思ってて、ちょうどね、見かけたので2つ選んで買ってみました。これは中まだ見てないんで、すごい今から楽しみなんですけど、こちらは全8種類で1個715円です。早速一つ開けてみます。いきます。はい。ん？あ、これは
これはこの前マスコットで買った推しにキュンキュンするクロミちゃんですね。やったー、かわいい。もう一つ開封してみます。なんやろう。いきます。はい。え、なになに。あ、嬉しい。メイド服のクロミちゃん、これめっちゃ嬉しいです。やったー。どれが当たっても当たりなことは間違いないんですけど、今回は狙ってた子が一つ出たので嬉しい。やったー、大当たり。はい、ということで関西で買ってきた限定のメロクロちゃんグッズはこんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。